こんにちは、もつすみよしなおです。iPad の蓋をパカパカする音が聞こえています。そして iPhone を調整している音も聞こえています。はい、この辺がいいですかね。今日は、最近、ノイキャンイヤホンをまた買ったんですよ。6000円ぐらいの安いノイキャンのイヤホンです。ずっと、アップルの、ワイヤレスのやつあるじゃないですか。ノイキャンじゃなくて、普通のワイヤレスの、なんか、耳にはまってるだけのやつ。あれをなんか使ってたんですけど、なんとなく、ノイキャン面白そうだなと思って。ただ、あんまり基本的にノイキャンで好きじゃないんですよ。というのは、なんか、変な感じするじゃないですか。何が変かっていうと、ちょっとぐらいポーズ変えてもいいですかね。なんかノイ、この安いからかもしれないんですけど、なんかね、やっぱり違和感があるの。で、ノイキャンだけのモードで、まあ、この安いやつは安いだけにあんまり、そこまでノイキャンにはならないんですけど、まあ、それでも、なんか、うるさい音に関してはだいぶ抑えられるんです。うるさい音に関してはだいぶ抑えられるんですよ。それで、なんだ、あれです。なんですけど、比較的静かな状態で使うと、わかるんですけど、なんだろうな、ホワイトノイズみたいなものってあるじゃないですか。ホワイトノイズみたいなものが、出るんです。ホワイトノイズ、サーとか、なんかザーとかそういうような感じの音が聞こえるんですよ。聞こえるんですよ。なので、ちょっとね、それがね、なんというかね、精神的な圧迫感みたいなのを感じて、あんまりね、ノイちゃんって好きじゃないんですよね。で、まあ、これもご多分に漏れず、そういう感じですね。なんか、こう、外した時の解放感みたいなのはすごい。解放感みたいなのはすごい。まあ、でも、本当にね、うるさいシチュエーションで使うんだったらいいと思います。新幹線乗ったりとか、電車乗ったりとか、で、うるさいのが気になる人は使ってみたいと思います。あとね、なんかノイキャンの何かが失敗してるのかもしれないんです。ノイキャンの何かが失敗してるのかもしれないんですけど、なんだろうな。外の音の、なんか逆走の音を出すじゃないですか。その、なんか逆走の音を出そうとして変な音を出してるみたいな時があるんですよ。これもね、ちょっと気になります。あ、こういうことかな、こういうことかな、どうですか、どうですか、今のこの元住吉七尾の声。変かもしれないです。まあ、そんな感じですね。ちょっとね、喉の調整をしながら喋ってるね。喉の調整を、声帯の調整をしながら喋ってるんですけど、ちょっとこの体の筋肉の使い方新しいなと思って。新しいなと思って喋ってまーす。ああ、難しい。それでは、バイバーイ。またねー。なんかね、最近じゃない。昨日、新しいリスナー、視聴者を獲得したような気がしてます。してるので、よろしくお願いします。バイバーイ。